バレンシア通りにあるフォーバレルの店舗フォーバレルコーヒーとはサンフランシスコのコーヒーショップチェーンで市内に4店舗ある。競合するリチュアルコーヒーロースターズやブルーボトルコーヒーのように地元でコーヒー豆を焙煎して販売したり喫茶店を経営している。経営する喫茶店では無料の Wi-Fi や端末用電源を設置していない。2008年に リチュアルの創業者の一人であるジェレミー・トゥッカーがミッション地区に第1号店をオープンした。店舗名のフォーバレルとはエチオピア・コロンビア・グアテマラ・ケニアの4カ国のシングルオリジンコーヒーをローストした豆をそれぞれ別の樽に保管し、顧客が産地、品種、フレーバーを自由に組み合わせることができることに由来する。コーヒー豆の卸販売等のホールセールビジネスにも 力を入れる方針。2015年現在 Google など大企業のオフィス向けに豆の販売を行っており、Google だけでも週に1000杯分の豆を納入している。スーパーマーケット等への卸しも行う予定があり、将来的には売り上げの8割をホールセールが占めると予想している。日本には2014年11月にウェブ通販サイトへの商品供給の形で進出。 また2015年にロングロード大カニアマにオープンするタルティーヌベーカリーカフェにてコーヒーを提供する予定だったがタルティーヌ社が同年4月にブルーボトルコーヒーに買収されたためこの計画は白紙になった。ありがとうございます。